同名詞。私は踊ることが好きです。I like dancing. I like dancing. 私はタバコを吸うのをやめた。He stopped smoking. Stop smoking. 彼らは部屋を片付け始めた。They started cleaning their room. They started cleaning their room. 動詞は同名詞っていう 動詞の原型プラス ING の形で何々することっていう意味で名詞みたいな扱いで使えるんだよそして動名詞は主語であったり動詞の目的語などによく使われるんだ例えば私の趣味はフルートを吹くことですこの文では私の趣味はこで この場合、playing the fruit は、保護になってるよね。そして、彼が入ったとき、私たちは笑うのをやめた。we stopped laughing when he came in.we stopped laughing when he came in.stop っていう動詞の後に、laughing 動詞 laugh の ingk が入って、stop の目的後、笑うことをやめた。 っていう意味になってるよね。上の文、私は踊ることが好きです。I like dancing 何が好きですかの目的語踊ることが好きです。Like の目的語になってるよね。下の文は彼はタバコを吸うのをやめたストップの目的語タバコを吸うのをの形。そして彼らは部屋を片付け始めた。スタート何を始めたんですかクリーニングを始めた目的語になってるよね。 B プラス VING の形でも前後の関係からその動詞が現在進行形なのかもしくは同名詞なのかをしっかり見分ける必要があるんだ例えば彼の目的は甲子園で野球をすることです His purpose is playing baseball in Cochin StadiumHis purpose is playing baseball in Cochin Stadium この文は 彼の目的はプレイングベースボール。野球を甲子園ですることです。is でつながれてるよね。でも下の文、分、彼は野球をしています。He is playing baseball in o s i e n s t a d i u m now. この文分は、彼は今野球をしているっていう現在進行形を表してるよね。主語の形であったり、 時制を表すキーワーワドがあるかないか、ない動詞の種類に気を配ってこの文は動名詞が使われているのかそれとも現在進行形なのかしっかり確認しなきゃいけないんだ。動名詞の使い方しっかりマスターしようね。